今回ご紹介する EG トレーナーはですね、このクッション型 あのトレーニンググッズといいますか、乗るだけで、挟むだけで、また歩くだけでもって、体の中の軸の筋肉、コアの筋肉、そしてまたアウターの筋肉、全ての筋肉に、効果があるというトレーニングなんですね。ただのクッションと違うところはですね、この中に球体のボールが入ってるんですね。このボールがですね、アンバランスな環境を提供して、そのアンバランスな環境の上に立つだけでですね、そのバランスを取ろうと整えるときに、体の中の筋肉というのが働いてくるんですね。今、EG トレーナーの中でもって、ボールを下にして立ってます。ね、立った状態で、今、ももの裏側、そしてふくらはぎの筋肉というのがストレッチされているのが分かると思うんですね。少しふくらはぎがピリピリっとくる程度ので十分ももの裏のストレッチが効いてますので、この状態だとお尻の筋肉、背中の筋肉、腰のバランスが整えていますので正しい姿勢になっています。いいですか。ここでもってストレッチを感じたら、今度はかかとを少し上げてほしいんですね。少し上げた状態にするとより一層不安定感が増してくると思うんですね。この不安定感を増した時に、この不安定感をぐっと整えるという時に、体の中の筋肉がどういう作用をしているかと言いますとですね、まず足の全体的な筋肉もそうですが、特にももの内側の方の筋肉、お尻の筋肉、背中、腹筋の筋肉っていうのは一生懸命自分じゃ意識しない中で動いています。この意識しないで動いてるっていう筋肉がとても大事な筋肉なんですね。意識しようという筋肉っていうのは一生懸命アウターの筋肉と言いまして、動きの中でできますけど、これは動きじゃなくてしっかりしたフォームで立ち続けるとかですね、正しく座り続けるという時に動く大切な筋肉なんですね。それではですね、今度 EG トレーナーを逆ハの字型に置いた状況で、今と同じように立ってください。この状態だと少し使われる筋肉が変わってきます。全体的に使われる筋肉は変わらないんですが、特にこの状況だとですね、ももの内側の筋肉、お尻の筋肉、そして腹筋にかなり、効果があるトレーニングなんですね。ただ立つだけなんですが、この状態でまた少しかかとを上げてください。この状態でグッと腹筋力、そしてももの内側の筋肉、お尻の筋肉に力が入るのが分かると思うんですね。結構かかとを上げた瞬間に筋肉がキュッてなるのが分かりますね、自分に。そうでしょう、これは自分で腹筋の力を入れようとしないと、体が自然に腹筋力が入ってくるんですね、はい、これだけ自然に体そうそう、今みたいにバランスが崩れた時に、それを修正する時にトレーニング効果があるんですよ、はい、だからバランスが取れてしまった時にそれを維持するんじゃなくて、バランスが取れてしまったら逆にちょっと目をつぶってしまったりしてですね、バランスを崩してから整えるという作業をした方がよりトレーニング効果が高いですね。そうです、そうです、いいんです、いいんです、いいんですよ。目を閉じると全然難しい。違うでしょ。そうですよね、はい、この時にももの内側の筋肉って随分きませんか。ここすごい使ってますね。なかなか内側の筋肉ってトレーニングで難しい筋肉なんですけど、これも立つだけでもってこういった筋肉が動いてきますので、はい、立ってるだけですけど、どうですか。勝手に力が入るので、何も気にしなくてもなんか勝手にトレーニングしてくれてる感じが。バランスが崩れた時に、整えようとする時に、勝手に自分の筋、自分じゃなくて体の中の筋肉で一生懸命こうバランスを取り合ってるんですね。だから自分がどこの筋肉で動かそうという意識のない中でもってバランスが取れていきますから、はい、これだけやはり立つだけ、バランスの悪いところで立つだけでもって、いろんな筋肉で使われているのが分かるでしょう。はい、ね、分かりました、はい、今度はですね、この EG トレーナーをハの字型に置きます。この上に同じように立ってください。今度はさっき の逆ハの字型と違って、より一層内側のももの方の筋肉に効果のあるトレーニングなんですね。このままの状況でまた少しかかとを上げていきます。そうです。そうするとまたももの内側の筋肉、お尻の筋肉、そして腹筋の筋肉がグッとくるの分かりますよね。特にさっきよりもももの内側にきませんか。きますよね。この内側の筋肉というのはとても大事な筋肉で、お尻の方の筋肉から骨盤底筋群というお腹の中のインナーマッスルというふうに、効果がありますので、特に
おしっこのコントロールとかですね、そういったあの、まあ、40代過ぎた女性の悩みのこととかですね、そういったものに対してとても効果のある筋肉なんで、ぜひともこれはあの欠かさずにやっていただきたいトレーニングだと思うんですね。少しずつ少しずつまっすぐ立つ状態から逆ハの字、ハの字ってだんだんトレーニングって難しくなってくるんですけど、難しいって言っても立つだけですから、立って肩を上げるだけですから、ただ勝手に体の方で使われる筋肉は選んでくれますから、自分で選ばなくてもですね、あらゆる筋肉に対してトレーニング効果が期待できるあのポジションですね。でもうちょっとハの字型に、そうそうそう、ハの字型にするとより一層そうですね、そうですね、ちょっと広すぎるスタンスが、もうちょっと狭くても大丈夫、大丈夫、大丈夫、すいません、あ、これがいい、うん、そして肩を下げて、そうですね、どうですか、結構難しい、また全然違う筋肉が使われてる感じが、そう、足の向きだけでも全然違ってくるんですね。これはもう足の指の方の筋肉から足の裏、ふくらはぎ、もも全体、特にももの内側と骨盤の底筋群、お尻の筋肉、腹筋というふうに必要な筋肉全て動いてきます。まっすぐ立つ、逆ハの字、そしてハの字型、これだけでもこのポジションを見つかるだけでもって、徐々に使われる筋肉の数が増えてくるし、使われる筋肉のポイントが変わってきます。ちゃんとバランストレーニングになってますか？かなりなってますね、これ。普通に片足で立ってバランスするとかより全然筋肉使ってる気がする。お尻とかすごい、うん、はい、また自分でやっててバランスが取れてしまったらちょっと目をつぶるとかですね、ちょっと工夫するとまたより一層バランスで崩れやすくなりますから、崩れやすくなった状況を整えるという時にトレーニングを行う。目は閉じてられなそうですね。かかと上げるとちょっと難しいですね。でもより目を閉じると腹筋が来るよね。きます。そうそうそう、で腹筋といっても、ね、腹筋ってまっすぐの腹筋とサイドにある腹筋っていうのがあるんですけど、これ全部の筋肉に働きかけてきます。体をひねる筋肉、右サイドにひねる筋肉、左サイドにひねる筋肉、前後に作用する筋肉って腹筋ってありますから、その筋肉すべてに刺激が加わってきますので、そこで踏ん張ります、そうです、そこで踏ん張る、そうです。今度はですね、このイージートレーナーを前後に置きます。今までのトレーニングと違って少し若干難しいと思うんですが、体幹部の筋肉、バランス力を整えるにはとても効果の高いトレーニングですね。まず左足を前、右足を後ろに乗って立ちます。この状態である程度バランスが取れた状況で両方のかかとを少し上げてください。この状態でグッと体の中の筋肉が締まってきます。全体的な筋肉が締まってきます。より一層前回のまっすぐ逆ハの字、ハの字と比べて扱われる筋肉に対して負荷が多くかかってきますので、より一層インナーも含めてアウターの方の筋肉までトレーニングが期待できるんですね。どうですか？すごい難しいですね。今一生懸命体の中の筋肉がバランスを取ってますね、はい、もうこれはインナーマッスル以外のアウターの筋肉、全ての筋肉が働いてきます。なんとか体を維持しようという、ある程度体が横揺れするときっていうのは、やっぱり体の中の筋肉というのがバランスを取ろうとして体のバランスを整えています。サイドの筋肉、腹筋、そして前の腹筋、後ろの背骨の方の筋肉、全ての筋肉が力を合わせながらバランスを取っているわけなんですね。そしたら今度足をちょっと踏み替えてみましょう。今度は逆サイド、右を前にして左を後ろにしましょう。でバランスが全部整った状態で体を少し上げます。 OK、 ボールの上に乗るって、球体の上に乗るってとてもバランスが悪いですよね。ですからボールの上に立つってとても難しいんです。ただこのイージートレーナーの場合は難しいボールの周りにウレタンで囲いがしてありますから、ボールが転がることがないので、とても安全な状況で
バランストレーニングができるとても優秀なグッズなんですね。それではですね、イージートレーナーを2つ並べてですね、この上に右から上がって右から降りる、昔あった踏み台昇降っていうのがありますよね。あの状況でもって右から上がって右から降りるという準備を続けてみてください。そうですね、これは中に入っているボールがですね、アンバランスな環境を与えてますから、不安定な状況の中でもってバランスを取りながら、いわゆる踏み台昇降運動、有酸素運動が期待できるという運動なんですね。もし足首の怪我とか膝の怪我のリハビリでもってよく砂場のトレーニングっていうのを選手に出すんですけど、まあ不安定な状況の中でもって、中でもってステップするというのは足の指の方の筋肉、全ての筋肉が使われます。これも同じように指の筋肉、一本一本の筋肉が使われることによって、しっかりと足の裏、ふくらはぎ、そして下肢の筋肉、いわゆるウォーキングで使われている筋肉がより一層効果的に使われるトレーニングなんですね。もしできれば足の裏にボールの感覚をいろんなポジションに当てがって歩いてみてください。指先寄りとか、土踏まず寄り、かかと寄り、はい、それ中にのボールのポジションによって、あ、足の裏の筋肉なり下肢の筋肉、使われる筋肉が、私自分で思ってないように勝手に体の筋肉が使われる筋肉を選んでいきますから、で今度は左から上がって左から降りるという足をまず変えましょう。はい、OK。そうです。同じようにやっぱりボールのポジションはいろんなポジションで踏んでください。この角度が20度の角度にセッティングされてますので、必ずこの上に乗るときには足首を上に反りながら上げるという作用になります。これによってやはり足首がしっかりと上に引き上げる筋肉も動かしますので、例えば高齢者、高齢者でもってフラットな面で転んでしまうということが、あることが多いんですが、これによって足が上がる、しっかり足首を上げる方の筋肉まで鍛えられますので、そういった事故が未然に防げるようなトレーニングになりますね。転びにくくなるという。今度はイージートレーナーのですね、裏面と裏面を合わせます。そして低い方を上にして股に挟みます。ずっと股に挟みます。このまま上下で足をつけます。足をつけます。まず軽くね、軽くつけて、この状況で膝を曲げた状況からそのままぐーっと気をつけをしてください。気をつけをします。ぐーっと伸びます。この伸びた状況でもってももの内転筋といってももの内側の方の筋肉にぐーっと刺激が入ります。そして臀筋ですね、この辺の筋肉というのはとても効果的に、より一層集中的に鍛えることができます。内転筋というのはとても大事な筋肉で、中年以降の女性の軽いおしっこのコントロールとかですね、膣の筋肉とかですね、そういったものを効果的にトレーニングさせる運動なので、この状況でできればこのおしっこを止めるような意識、クッと止めるような意識、また緩める、クッと止める、緩める、クッと止める、緩める、今度クッと止めっぱなし、グーッと持続的に止める、で緩める、グーッと締める、緩める、今度また間接的にキュッ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 っていう、この断続的また持続的に緩めることによって、より一層骨盤底筋群、お腹の中のインナーマッスルの筋肉 のトレーニング効果が高まりますので、ただグッと締めるだけでももちろん内転筋、骨盤底筋群の効果はありますけど、より一層そういう動きを加えることによって、高いトレーニング効果が期待できるんですね。でこの状況で今度はかかとを投げつける、かかとをつけてグッと締めます。この状況で締めると、特にこのお尻の方の筋肉に集中して筋肉に力が入るのが分かりませんか？分かりますよね。ですか。これで同じようにやはりぐーっと持続的に締める、間欠的に締めるというトレーニングを続けます。そしてより一層今度は内転筋にもっともっと刺激が欲しい場合は、今度はつま先をつけます。つま先と親指と親指をつけるような感じでまたグッと締めます。そうすると今度は集中的に内側の方の筋肉にいきませんか？そうですね。
これも足の置き方一つでもって使われる筋肉というのはどん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 変わっていきますので、自分が求めている例えばヒップアップ、お尻の方の筋肉に集中的にやりたい場合はかかとをつけるし、おしっこの方のコントロール、その辺2台目のある方はもう内側の方の筋肉に対して効果を求める場合は親指をつけてみるとかですね、いろんなことでもってトレーニングの目的が変わってきます。それではこのイージートレーナーの低い方ですね、前に置いて揃えておきます。この上に坂谷さん座っていただけますか。座るときにちょうどお尻にこう座骨という骨がありますよね。その座骨がちょうどこのボールの上に来るように座ってみてください。座って座骨で中のボールを感じられたら、今度は右左右左というふうにボールをこう潰すような感じで持ってお尻歩きをしてみてください。そうですね、そうです、いいですね。そう、この時にその使われる筋肉というのはですね、この腸腰筋といいましてですね、いわゆる、上半身と下半身を結んでいる唯一の筋肉なんですね。この筋肉はとても重要な筋肉でもって、姿勢を維持するとかですね、足腰の強化とかですね、正しく座り続ける、歩き続ける、しっかり足を引き上げるという筋肉に対してのトレーニングなんですね。でもうちょっと意識してぐーっとお尻、そうですそうです、大きなダイナミックな動きで動いた方がいいですね。そうですね、そう、お尻でボールを潰します。右、そうですね、いいですね。そう、ちょうど足の元は意識しないでもって、この根元で引き上げるようなイメージですね。そうするとより一層その腸腰筋、足を引き上げる筋肉というものが効果的に動いてきます。はい、握力、肩の力を抜いて、そうですね、リズミカルに、そうですね、この腸腰筋という筋肉が鍛えられてくると、いわゆる特に腹筋でも下の方の筋肉、下っ腹のぽっこりお腹とかですね、そういったものの改善にはとても効果的なに現れる筋肉ですね。なんかボールが感じられるので楽しくなっちゃうから、これで鍛えられるんだったらすごいいいなって。あんまり辛くないけど、これが鍛えられてそう、インナーマッスルもそうだし、有酸素系の運動ですからね。すごい。はい、そうしましたらイージートレーナーを揃えておきます。この上に立っていただけますか。つま先寄りにボールを感じるようにして立つことによってですね、ちょうどつま先上に上がります。上がることによってふくらはぎの筋肉、ももの裏の筋肉、お尻の筋肉、ももの裏側の方の筋肉が中心的にストレッチングされているのが分かると思うんですね。30秒だったらこのままずっと前屈してください。体をずっと前に伸ばします。曲げた状況でまた30秒という、より一層お尻の方の筋肉、ももの裏、ふくらはぎの筋肉が伸びてくるのが分かると思うんですね。それではですね、イージートレーナーの高い方と高い方を合わせます。そしてちょうど座っているお尻のポジションに合わせた状態で、そのままの状況でずっと後ろへ背中を伸ばします。日常生活ってほとんどがこう前かがみの動作って多いんですね。日常生活、主婦の生活、向かって仕事でもそうです、洗濯、掃除、全てが前かがみの状態になってます。一日の疲れを癒すためにですね、ぜひとも前かがみになった筋肉、骨を逆サイドに反ってあげるという、とてもリラックスの効果の高いストレッチがぜひやってみたいと思います。ただこのままの状況でも十分ストレッチされているんですが、できればこのままの状況でバンザイをしてください。バンザイをした状況で小指を内側につける、この状況で肩甲骨がぐっと締まってきます。そして足は伸ばした状況で親指サイド内側に曲げる、これ骨盤が締まってきます。このことによって、やる体の中の正しいポジションでもってストレッチングされるという効果が高いので、より一層、ストレッチ効果が高まります。呼吸は自然な呼吸で整えて、目をつぶって楽に、してください。普段伸びないところが伸びている感じがしますね。こことか、普段やっぱり伸ばせないから、すごい気持ちいいです。
腕の胸部、大体胸部の上側ですね。そしてちょっとこれを今度こういうふうにポジションを変えます。それで締めます。そうすると今度バストを上げる左右にこの中に今度寄せるという筋肉に対して効果があるんですね。